皆さんこんにちは、アルタナネタですおい渋谷ジバンです。ね、僕のお気に入りの帽子が何それ、クソダサいよ。いやいや、それでシンクにする道具じゃないから。それでシンクできたら相当すごい。あ、ちょっと変わってる。そうでしょ、マジでマジで。ちょっと待って、ブワーク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 ほんとちょっと動く。今回こちらコーラ缶、これを入れたらどうなるのか。爆発するんじゃないの、ちょっと やだよ。ちょっと危険だよね。一応ね、まあ安全に気をつけて目隠ししていこう。で、じゃあまあ今日データ送ってくれれば俺編集するから、よろしく頼んで。いや、一緒にやるんだよ。メガネオンザメガネ、これ俺普段かけよっかな。いや、特殊すぎるだろ。よいしょ、いきますいきますか、ちょっと怖いけど。3、2、1、シンクの世界へようこそ。さあ来た、ちょっと動いてる、怖っ。ベコンってまず、なんだろ、振動でしょ、ボーってなった今ちょっと。マジで怖い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 、ちょっと待って待って待って、え、なんか蓋パッカンできそうだな、なんかちょっと似てない、気のせい。あ、もう変わんないな。そうだね、ベコンともならないね。膨らんでちょっとなんか気持ち膨らんでる感じはするけど、うん、ちょっと止めてみる。オッケー、特に変化なし。うん、ちょっと開けてみる、これ。そうだね、中身は。あ、でも普通か、味が変わってるかもしれないね。まろやか。え、変わってないはい、じゃあこれをセットします。はい、蓋開けた状態でやったらどうなるか。さあセット完了、準備は整った。さあどうなるか。さあ世紀の科学実験、みんなはどうなると思う。ぜひベットしてくれ。変化が起こる、変化が起こらない、君は取っちゃったな。運命のタイミング、スタート。やかましいな。さあどうなる。お、ちょっと、あー、振動かも。なガタガタ入れてるから、炭酸、空気の炭酸がどうなるかだよね。そうだね、空気の炭酸と、あとは水は液体を沸騰するから。そうそうそう。ああ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 あ、すげえ、うんうんうん、ちょっと待って、やばい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 、すごい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 ことになってる。溢れ出してる、溢れ出してる、溢れ出してる、やばいやばいやばい、うわうわうわ、すげえ、踊ってる。コーラが踊ってる。コーラが踊ってる。うわ、めっちゃ溢れ出てる、めっちゃ溢れ出てる、すごい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 。沸騰してるんだ、やっぱり。なるほどなるほど、うん、止まらないね、反応が止まらない。あ、収まった、あ、収まった、収まった、また来る。おい、すげえ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 、おもろ、収まった、また来る。でもこんな感じか、下にも溜まって、うん、はい、反応する、ちょっと収まる、まだ反応する、収まる、収まる、大センチみたいな。反応する、収まる、反応する、うおー、すげえ、収まる、止めます。はい、さあ開けてみます。はい、真空コーラ。じゃあちょっと飲んでみる。そうだね、いや味は変わんないと思うけどな、きめ細やか。いや変わんないだろ。